アンダーテール実況続きやっていきましょう。前回は槍を持ったあいつ、多分ね、あの編集しててやっと思ったんですけど、あいつがアンダインですねなんかプレイしてる時はあんまりよく分かってなかったんですけど、パピちゃんの言い方からすると確実にあの槍持ったやつがアンダインですね。ということは多分この流れはもう今のところ一パート置きぐらいにボス戦が来てるので、このパターンからするとおそらく今回アンダインとやり合うでしょうということです。で、ここから、ほらーもうもう来てるもんだって。この影がかかるともうそういうことよね。わかってるわかってる。いやー嫌な予感がすんな。わかってるよ、もう私驚かない。絶対に槍が飛んでくる、あの上の方から。ん？ん？ん？なんだ？なに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 これ、なにこれ、ああお前新しい芸を増やしてくんなあ、でも、あ、でもこっちの方が避けやすいな。あれ？ちょっと待って、なんか簡単になってないかい？いや、これは余裕だよ。あ、なるほど、お前どこにいるのかと思ったら橋の裏か、裏っつうか橋の下か。これは前回のね、槍が飛んでくるよりも圧倒的に避けやすい。こんなん別に落ち着く、あっ危なかった。今めちゃめちゃヒヤヒヤした。下かー、下かー、こういうことするんだよね。あっくそ、やられた。くそ、いやもうこっからは、こっからはもう食らわない、こっからはもう食らわない。あとはもう反射神経と、あーくそもうやだ。どこ行くのこれ、ん、え、そういうことか、そういうことか。正しい道を、なんか速くなってない、速くなってない、速くなってない、速くなってるってことは確実にゴールに近づいてるっていうことですよね、きっとね。だんだん難易度が上がってるもんな。よしよしよし、落ち着け落ち着け。これ止まっちゃいけないな、止まっちゃまずいな。いや止まるべきところは止まる。避ける、あ、避けらんないか。でも今結構いいムーブしてたよね、私としてはね。よしよし、いけるいける、よしよし、確実にゴールが近づいてきてる。アンダインの焦りが見えてる、私の焦りも。ああ、もうやばいん、あ、広い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 、ちょっと、あ、あ、やばい、これは、これはまずい、これはまずい、これ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 避けられる、避けられる、いけるいける、ちょっと待って、ちょ、それはずるい、それはずるい、それはずるい、それ避けられない速度でそういうことしてくんのはずるいと思うんだ。よし、いける、大丈夫。あら、疲れた、さすがに疲れた。これどういうさ、メカニズムで下からやり出してんの。あれ、あ、やばい、追い詰められた。これどうした方がいいかな戻るべき。ん？え？いや、ここに来て諦めるなんてことは絶対ないよな。あ、追い詰められたね。お、あはは、マジかー。え、嘘え、女、そのさ、ちょっと、あの人間少し、こっちから聞こえたと思ったけどな。誰だろうね。なんかちょっと落ちるときに、わーとかさ、なんかリアクションすればいいのに、ずっと同じ顔だから、お前のが怖いよね。あれ、君は、ひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？誰だ？エクースって言うんだ。いい名前だね。あ、ありがとうございます名前褒められるって結構いい気分ですね。僕の名前は、あ、なにこれ、もうなんかすでに、もうなんか、葬式終わった後みたいになってるけど。あ、でもまた鼻の上に落っこちてきたな。ん？今のは何？海藻ってこと？なんだろう？この子、あら、
あら。あ、なるほどね。これ。あ、水の中か。やだな、こういうさ、足元が見えない水のとこってあんま歩きたくないし、なんか汚ねえな、なんだこれ。え？何これ？ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。ああ、なるほどね。不法投棄されてる。見覚えのあるメーカー？ってことは、この辺のゴミって、地上の人間の世界から落ちてきたものか。そういうことだよね。ただのゴミだ。まあ、ただのゴミでしょうけどね。あ、もうセーブか。滝は洞窟の天井から流れてくるようだ。どうせこれで決意みなぎるんだろ？そうだよね。あ、違うか。ん？時々、ゴミも一緒に流れてきて。どこまでも深い、滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、決意がみなぎった。なんかちょっと長くなってきたね。ちょっとずつ感情を取り戻してきたのかな。ゴミエリア。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。そうだね。その辺変わんないか。これも一緒？うん。ただのゴミだ。なんか出てきそうな気がすんだよな。この辺コメント変わる。これ自転車だね。錆びた自転車にそっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。ん？なんで今の間抜けな音。でもそうだよね。もう持ち主に捨てられちゃったっていう、なんかちょっと悲しげな哀愁漂うよね。こういうゴミって。これなんだ？謎の棒。ボロボロのデスクトップ PC だ。中は空っぽだ。悲しいなぁ。ゴミだ。クーラーボックスだ。メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。中にはフリーズドライの宇宙食がいくつか入っている。宇宙食？宇宙食を拾う？拾おうか。宇宙食は何これ？回復アイテム？なんだ犬の落とし物って。これあれか、前回の宝持ってったあのワンコの落としてたもの？犬アイテム。犬が脱皮した後に残る犬の形の殻？犬が脱皮した後、私の新しい常識が犬って脱皮するんだ。これ使うってできるの？ん？なんか音がした。使い終わった。気まずい空気が流れた。わかんねえな。宇宙食は？おう、21回復。ペットの宇宙飛行士用の餌。あ、なるほど。人間が食べるんじゃなくて、連れてったペットか。アニメの DVD のケース。ケースの端には、必死にかきむしったような爪痕がついている。え？どういうこと？あ、これマネキンじゃん。どこにでもあるバトルチュートリアル用のマネキンのようだ。お前もうこの世界に早速順応してんな。早いよね、理解。ボコってみる。怖いよ。なんか嫌なことあった？もうイライラしてんのかな？だいぶあいつに追いかけられて。マネキンを軽く殴った。何かを習得できたようには思えない。もう怖いよね、なんかね。こういう下水道で見つけたマネキンをなた殴るってなんだ？ん？何？おっと、なんかまたよくわからない展開が始まったぞ。貴様、この俺に手を出すとは大した度胸だな。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。あ、亡霊か。なるほど。何でもありだね。俺のいとこも、かつてマネキンに取り付いていた。そう。貴様がそのマネキンを破壊するまでをな。あ、これもしかしてさ、トリエルが、お話し相手に用意してきたマネキンを事故で殴って壊しちゃった時のあのマネキン？ごめんって。違うのよ。あれはまだちょっと私まだ操作に慣れてなかったからさ。許して。我々亡霊は完璧な器を探し求めている。そして、少しずつ、少しずつ、新しい体と一体化してゆき、いつの日か、再び肉体を手に入れることを夢見ているのだ。じゃあマネキンじゃなくてさ、もうちょっと、もうちょっと別のものに取り付いた方が良かったんじゃないかな。
生きている奴らのように笑ったり人を愛したり踊ったりできるような。なのに貴様はいとこの未来を奪った。許さん許さん、絶対に許さん。覚悟しろ人間、その肉体に別れを告げてもらうぞ。俺がこの手で貴様の魂を引きずり出してやる。マジか、プンスカマネキンに行く手を塞がれた。ごめん、しかもすごいお前怖いデザインが。うわ、この音楽懐かしいな。最初のパート1で聞いたやつか。プンスカマネキン、分析、話す。一回分析しようか。え、ディフェンス無限、物理攻撃無効、無駄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 。なんかどっかで聞いたことあるぞ。なんだ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 、危ない危ない危ない。これは落ち、なんか生えてきた。ちょっと強すぎない？ん？いったたた、このテクノボードが。ん？なるほど、理解した。おい貴様、俺が魔法と言ったことは忘れろ。いいな、忘れようか、忘れた。なるほどね。どうしようか、どうせ物理は聞かないでしょ。話してみようか。マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。貴様を倒してその魂をいただく。よしよし、いやでもこの音楽結構好きだね。怒りが暴走している。あ、なるほど、避ける中でうまいことこのマネキンのところに誘導していくってことか。一回物理やってる。何これ何これ、うん、あれ普通に物理聞いたんじゃない。バカめバカめバカめ、俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもないわ。俺は未だ実体を持たぬのだ、このデクノボーが。待てよ、デクノボーって褒め言葉か。デクノボーは思いっきり悪口ですよ。で、下から来たらこうすって誘導すればいいんだね。よしよし、いいね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 。なるほどね。鏡の前で睨む顔をした。そしてそのままこちらを向いた。これ面白いからちょっと攻撃してみようか。で、さっきのバーなんだろうね。なんか3つぐらい出てきたよね。あー、なるほど。はいはいはい。あの攻撃のテンポでうまいことトントントンってやるってわけね。よしよし。よしよし。いいだろう、いいだろう。そろそろ下かな下かな下かな、来るね、来るね。いいね、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 いいね。お、動くようになったね。なるほど。じゃあ、うまいこと誘導しなきゃいけないってことか。面白いから殴ってみる。そしておしゃれ並みのショーウィンドウの中に立つ。なんかお前の夢よくわかんないな。うわすごいな。ちょっと待って、ちょ、それはさすがに、それはさすがに、その弾幕はきつい。でも増やせば増やすほどお前の当たるリスクが上がってるんだよな。ナイスクリーム行くか。みんな君のこと大好きさ。 HP が15回復した。これコメントでいただきましたね。ナイスなコメントを くれるアイスクリーム、それがナイスクリームみたいな。あーくそ、届かなかったか。ダイアログボックス中に綿を巻き散らしている。なんだダイアログボックスって、よくわかんないな。お、いいね。あー、それといとこの無念も晴らせる。なんだなんだなんだ、なんか新しくなった。いやー、これちょっと当てんのむずいな。あ、ちょっとこれリズムゲーっぽくて面白い。いとこの名前なんだっけ。もう、いとこどうでもよくなってんじゃんそれ。あー、間違え、あ、でも当たった。なんかうまいことかすった。とりあえずちょっともうひたすらやることないから、殴って殴って、えい、かまわんかまわんかまわん。お、お、よしよしよし、いいねいいね。で、こっち、いいね、当たったね。これの繰り返しかな。なんかこの音楽好きだな。
これ何かと思ったらさ、ナプスタブルークの時に流れたやつだよね。お化けを相手にしてるからこういう音楽ってことか。これもうずっとこれの繰り返し。哀れ哀れ哀れお前のテンションが怖い。あ、やばい、ちょっとずれた。これ地味に難しいな。よし、そっちね。で、ちょっとこの辺ね。よし、あ、これいいんじゃない？ほい、貴様ら！ん？なんだなんだ？デクノボ、デクノボめ、デクノボどもめ！俺に向かって撃つなと言ったはずだな！貴様ら、全員クビだ！この脳出しが捨ててやる！ああ。ははははよし、俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない者たちに代わりに戦ってもらうのだ。なんか嫌な予感がするな。ウィーンという機械音が響く。まずいな。なんか変なもの持ち出し、マネキンロボ、魔法ミサイル。また魔法使うのか。お前学習しろって。一緒。何それ何それ何それ。ちょっと待って、あ、当たっちゃった、ごめんね。そういうことか、ホーミング機能があるのね。お、これいいんじゃない。まああんまり意味ないんだけどね。もう一度で、こうしてぐるん。あ、くそ。はいはいはい、なるほどね。弾丸動き使っている。なんとかあれ綺麗に全部当てたいな。この下手くそお前、分かりやすいパワハラ上司だな。で、よし、いいね、いいね、いいね。で、このまま上。あ、惜しい、惜しい、惜しい。マネキンロボよくやってるよ。腕なしスカダンスをしている。分かんない、なんだそれ。ファイナルアタック。ファイナルアタック。うわ、ちょっとこれ、ちょっとこれむずいな。これむずいな、むずいな、むずいけど、当たるね。これきついな。あー、今の当てなかった、もったいなかったな。嘘だろ、こいつらさっきのやつよりももっとゴミだぞ。もういい、もういい、もう死ぬか。仲間なんかいらねえよ。ん？なんだ？俺にはこのナイフがある。おーおー、マジか。ナイフ切れた。でもそんなの関係ねえ。その動き、その動きとそのセリフは懐かしの小島よしおか。貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。もうそれ終わっちゃってんのよ、もう話が。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだ。お前さ、動きがうるさい。でもさ、それあなたが私も倒せなかったら一生その戦いって終わんないよね。永久に、永遠に、いつまでもな。お前ちょっと可愛いからさ、一緒に旅しない。怖い怖い怖い。なんだ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 。ああ、賛成だ。くそ、もういい、あばよ。何、突然終わった。お！久しぶり。ごめん。なんか、邪魔しちゃったみたいだね。君の友達、帰っちゃった。久しぶりだね、ナプスタブルーク。どうしよう。せっかく、楽しそうにしてたのにね。大丈夫、大丈夫。むしろね、結構やばかったから、ありがとう。ちょっと、挨拶したかっただけなんだ。じゃあ、もうお家に帰るね。家があんの、お前。もしよかったら、ついてきてもいいよ。別に、来なくてもいいけど。きっと、忙しいと思うし、めんどくさいな、お前。行くよ。
行かせていただきますよ、ありがたく。いいの？気にしないで。行ってみただけだから。あ、行っちゃった。ちょっと、ナブスタブルークちゃん。あ、いた、かわいい。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし、別に来なくてもいいけど。来てほしいんだろ。じゃあセーブしたら行くからね。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。静寂のエリア。急になんかちょっと小綺麗なとこ来たね。じゃあせっかくだから行こうか。気持ち悪い家だな。なんかチンアナゴみたいなデザイン。どっちだろうね。多分こっちだろうね。何してんの君。かわいいな。なんか絵がかわいいよね、やっぱこいつね。ああ、本当に来たんだ。ごめん。まさか本当に来るとは思ってなかったから。なんかその言い方さ、完全になんか来てしまった私がちょっと気まずくなるだけだからやめて。なんか社交辞令で言っただけなのに本気にしたの？みたいな。何にもないけど、ゆっくりしてってね。本当になんもねえな。でも十分なんかテレビも冷蔵庫もあるしさ、結構いい家ではあるよね。CD だ。ラベル面にブルブルチューンと書いてある。あー、ブルブルチューン。ブルブルチューンはオワコンだ！お前ブルブルウェーブ。あ、何も言わないね。グロスマスソング。これはクモの巣。スイーツ即売会のチラシが引っかかっている。あれか、遺跡にあったやつね。懐かしいな。何か音楽でもかける？別にかけなくてもいいけど。そしたらじゃあちょっと順番にかけてみる。ブルブルチューン。あ、なんかこれ聞いたことある。 YouTube でよく聞くこれ。何の音楽かと思ったらこれなんだ。これ冷蔵庫は、あ、お腹減ってる。じゃあおやつを用意するね。なんかこの子基本いい子だよね。私好きかもしれないな、ブスタブルク。はい、ゴーストサンドイッチだよ。それ食べれんの？食べてみる？食べようか。ゴーストサンドイッチを食べようとした。しかし、すり抜けてしまった。あ、ダメだね。地獄の空気！美味しいご飯を食べた後は、床に寝転がると、ゴミみたいな気分になれるよ。なんだよ、それ。食べてすぐ寝るやつのことをちょっといじってるな。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる？やる、やろうか。じゃあ真似して。あー、かわいい。動かない限りずっと寝たままでいるんだ、こんな風にね。だから起き上がりたくなった時だけ動いてね。あ、終わっちゃった。なーに？なんか見えてはいけないものが見えてるけど大丈夫これ？うわぁ、宇宙が広がってるね。世界はこんなにも広いんだ。なんか音楽がさ、すごいサイレントヒルのめちゃめちゃ怖い場面の音楽がしてるけど、しかもこれ見てっとだんだん気持ち悪くなってくんな。え、これいつまでやってればいいの？ちょっと面白いからしばらく放置してみようか。ですね、かれこれ5分ぐらいかな。
もう我慢の限界です。無理です。私こんなじっとしてんの。楽しかったね。ありがとう。楽しかったんだ。まあ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 、ナプちゃんが喜んでくれるんだったら別に私それでいいけど。あれだけゴロゴロした後はしばらく休んだ方がいい。グロスマスソングと書いてある。こっちは？お、音楽共有サイトのページが開かれている。あー、なるほど。それで音楽聴いてんのか。テレビ。それは、テレビだよ。それで、面白い番組を見ると、番組を見るよ。時々ね。何見てんだろうね。なんかさ、もうちょいこの子と仲良くなりたいな。ああ、この曲ね。歌詞を覚えたら、思わず、一緒に歌っちゃうよ。怖い怖い怖い。もう怖いよ君。なんなん、もうこの音楽すらも怖いけどさ。ブルブルウェーブ。音楽のベースは変わんねえけど、なんか気持ち悪くなってんな、どんどんな。ちょっとやめようか。そろそろ出ようか。この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。お前の感性はわからん。でもちょっと趣味はあんまり合わないってことだけはわかった。バイバイ、ナプちゃん。また来るよ。こっちは何？鍵がかかっている。あー、なんかお隣さんがいるんだね。なんかいっぱいいんな。お、ナプちゃん。あ、なんか気まずいね。今、仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。あ、え、ナプスタが名前でブルークがお前名字なんだ。じゃあブルちゃん、ナプちゃんで、ナプちゃんにしようか。まあ見ての通り、従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に一回ケムクジャラの人が来るだけ。そうなんだ。誰だろうね、ケムクジャラの人って。カタツムリ。これはトリエルの影響かな。トリエルがあまりにもカタツムリパイカタツムリパイ言うから。でんでん、むしむし。君はこれから長い旅をすることになるだろう。でんでん、むしむし。遠く地平線の彼方まで。天狗にならず、いつでも謙虚でいなさい。確かにね。でもこれはさ、なんか普通にもう今を生きる人にも言えますよね。どんだけ長いこと生きていろんな経験積んでも、なんかそれをこうね、自分はこんだけ生きたんだから偉いんだぞっていう、なんか振りかざす道具に使っちゃいけませんよっていうことよね。別荘が欲しいと随分前から考えていてね。誰だよ。何これ、どこが顔。このカタツムリはお札を数えている。金にがめついな。ここはまさかこれカタツムリレース、誰が勝つかって予想しようってこと。ゲームする。サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが一頭になったら君の勝ち。決まってんだ。これはちょっとなんか八百長の匂いがするぞ。一回15ゴールドだよ。まあやろうか。スタートしたら丸を何度も押してカタツムリを応援してね。あ、なるほど、こっちから干渉できるんだ。じゃあちょっとガチでやりますよ。私準備はいい。いつでもどうぞ。2、
1、ゴー。いけいけいけ、おい嘘でしょこれ、無理じゃん。ちょっと待って待って待って、おいおいおい、ちょっと待って、おい、え、1ミリも動かないよお前、え、何してんの、ちょっと待って、これふざけんなよ、うわーこれきつい、ちょっと、くそ、おい、ああカタツムリを応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。ナプちゃん、ちょっと顔貸そうか。残念だね。もうやらん。もう二度とやらない。なんだあれ。ああ、ここに通じてんのか。ブルーク牧場東ホットランド。はてな、テミー村。ほう。北東と来たら西か。こっち東？あ、なんかあんね。そしたらどうしようか。こっちの道は何？ん？なんかまた立て続けにめちゃめちゃ悪趣味な家があんな。あ、またマネキンだ。は？なんだよ。は？これも仕事なんだよ。誰だ？なんだ？何も言ってないよ！もう怖いわ、なんか急に怒り出す人。誰もいないようだ。嘘つけ！いるだろ。どうせイルスしてんだろ？なんだこの悪趣味な家。魚？なんか魚人みたいなのが住んでんのかな？こっちは何？あ！ここ！こっちに通じてんのこれ。向こう岸は運んでくれるらしい。いや、いいです。別に向こう岸に用事はないからな。そしたら、じゃあもう一回セーブして、こっちの右行くか。なんかまた癖の強いのが出てきたな。そこの若いの、ガラクタばかりじゃが、買っていかんかね。おお、なんか平泉せみたいだな、お前。売る。ガラクタを処分しとるのに、なんでまた増やさんといかんのじゃ。ま、テミー村なら物を買ってくれるという話じゃがの。どこにあるかって？はて、どこじゃったかの。ボケ老人。遠慮はいらんよ。じゃあなんか買うか。富士リンゴ。普通のリンゴ。なんだ、ビチャビチャって。何ビチャビチャって。バトル中スピードアップ。曇ったメガネ。お、無敵時間延長。何それ。あれか、ダメージ食らった後の、しばらくダメージ食らいませんよの時間が長くなるってこと。これいいな。無敵時間延長。あー、アタックポイントマイナス5で無敵時間延長か。じゃあこの二つ装備したら結構強いね。曇ったメガネに破れたの、このメガネ絶対お前のだろ。やだなお前の使い古しのメガネ。でも買うか。持ち物がいっぱい。そしたら、あ、話してみようか。あなたは誰？わしはもう随分長生きしてきた。血と長生きしすぎたかもしれん。ま、歴史の研究には都合がいいがの。何しろほとんどこの目で見てきたんだから、見てきたんじゃからな。もうなんかこの声きついな。ほや、お前さん、あれがなんだか知らんのかい。あれか、あの後ろにあるなんか、なんだろう、地上絵みたいな、あのイラストね。まったく、近頃じゃそんなことも学校で習わんのかね。おじさん死にそうだぞ、大丈夫か。あれはデルタルーンというてな、
この王国の紋章じゃよ。へえ、あ、あれの紋章の名前がデルタルーンっていうんだ。我々モンスターの王国のな。シャレた名前じゃろ。わしがいつも言うとるように、我らフワリン王のネーミングセンスは全くいけとらんからな。紋章の、あ、なんか新しいのが出てきた。あの紋章の歴史の記録が始まる前からあったものでな、もともとはどんな意味が込められていたかはよくわからん。唯一わかっとるのは、三つの三角形は地下に住む我々のモンスターを表し、その上の羽の生えた円はそれ以外の何かを表すということだけじゃ。羽付きの円は予言に語られる天使じゃという説が有力じゃがの。あ、予言について。ああ、あの予言のことか。地上を見し天使が前より我らを解き放たんという伝説じゃよ。じゃが最近は物騒な解釈をする連中も多くてな。あの翼のついた円は死の天使なのじゃと。破壊をもたらす者が我らをこの世から解き放つという意味だと言うんじゃ。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃということだけじゃがの。薄っぺれえなお前。王様について。フワリン王かね。お気楽で気のいい男じゃよ。もう名前から察しのつく通りだね。この国をあちこち旅しておれば、そのうち出くわすじゃろう。王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんじゃ。ちょっと休憩していいですか。あのね、この喋り方するとなんか異常なほど空気を吐くから、なんかちょっとねめまいがしてきた。ああ、結構きつい。はあ、なんでわしがドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと。これがまた傑作でな。あ、ドリーマーさんか。あ、じゃあ現、今の王様のことをフワリンって呼んでんのね。ん？はて、なんじゃったかな、ボケ老人。ま、しばらく経ってからまた来てくれ。それまでには思い出すじゃろう。アンダイン、あ、これ一番気になるよ。なんか今の時点でアンダインが結構ね、不思議な謎が多い感じがするからな。結局アンダインって女なのか。アンダインかね。確かにあの子はここらじゃちょっとしたヒーローじゃな。不屈の戦士と決意一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。そういえば、ついさっきここへ来て、お前さんによく似たやつを探していると言うておった。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでに、アイテムでも買うといい。命綱になるかもしれんぞ。なるほどね、商売上手。そしたら、曇ったメガネを装備して、いやでもな、攻撃、ちょっと攻撃は残しといた方がいいか。買ったはいいけどさ、ちょっともったいないことしたね。おもちゃのナイフは持っといて、でバレーシューズを出すって。犬の落とし物ってこれいるのかな。買う。で、
アーマー、あ、武器か、武器はこれか。あ、で、びちゃびちゃね、これ気になるね。びちゃびちゃ買ってみようか。なんか名前が気持ち悪いな。で、あとはいいかな。びちゃびちゃ、びちゃびちゃやだな。犬の落とし物これ持っといてもしょうがないか。じゃあ下行ってみよう。下はなんだ。ん？ここは何？これなんもないか。なんかこういうところもさ、何かするとこの水からね、なんか出てきたりみたいな、もうなんかなんかばっかりで何もわかんないけど、でもなんか絶対秘密がある気がするんだよね。お、看板がある。あー、続きか。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶やしにされることを恐れ、人間たちに降伏した。そして、巨大な力を持つ7人の人間の魔術師が、その魔力で我々を地底の世界に封印した。封印の中に入ることはたやすい。しかし、外へ出ることができるのは、強き魂を持つ者のみ。それが人間ってことか。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。なるほどね。つまり、人間の魂を手に入れてパワーアップしたモンスターが、実質その強い魂を持ったモンスターっていうことで、その力を使って、バリアを壊そうっていう、それが目標ってことか。しかし、この呪われた地には入り口も出口も存在しない。したがって人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命だな。ああ、そうか。結局人間の魂を集めたいにしても、その人間からこっちに来るわけがないから、実質罪ってことか。でもさ、トリエルの言い方からすると、この子以外にも確実にここに降ってきた人間の子供がいるんだよね。その魂は集めてる。お、あ、なるほどね。プッてすると、道が見えるってことだ。その魂を集めて、アズゴはバリアを破壊したい。お、なんか来た。あ、かわい。ん？なんだこれ。隠しボス、テミーが現れた。これは手強い。なんだ？な、テミーフレークスって何？持ってない、そんな。分析しようか。テミー、ズッテン中、ズッテン。キャバは人間撫でりの大好き。でも、人間、テミー、アレルギーもう、ね。ちょっと揺れんのやめて、ちょっと怖いよ。人間、キャワは禁止。なんだなんだ。あ、あ、そういうことか。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。あ、このこんな感じで、こんな感じで、オッケーオッケー。他の攻撃を忘れてしまった。人間が好きってことか。ポーズを取る。テミーに筋肉をモリモリ動かしてみた。アーロン仕込みのこの筋肉を見よ。いやん、筋肉、キャワはくにゃい。僕はそうは思わないな。出てくんなお前。二人っきりだね。ねえ、アーロン、お前さ、もう出てくんなよ。めんどくさいわ。ほらよ、バイバイ。なんだった今の隠しボスって。もっとなんかできたのかな。あら、これは行き止まりか。なんか、あ、ん？なんか入っちゃった。こんにちは、テミー村、ようこそ。読みづれは。はい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。みんなテミーだろうね。はい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。もう分かった分かった、もうネタがないんか。
もう分かった分かった、同じだ。おお違うね。友達もやろ。どうも僕はボブ誰だ急なボブやめろちょっと面白いから。ここなんだ。え、不思議な何かを感じる。決意みなぎった。テミー村こんにちは、テミー店来てね。だテミー店来てね。もうね、喋り方がわからんの。なんか変なのいるな、またな。あばばばばば、人間めっちゃキャワワ。もうさ、今回の私ちょっともう声がおかしくなるかもしれない。テミー卵見てる、卵ヒナ出てくるの。テミー立派なお母さん怖い怖い怖い、肩茹でだ、茹でちゃった。それはもう子供出てこないよ、茹でちゃったら。テミーの像めちゃ有名やば怖いわ、誰かに見られている気がする。これなんだ。なんか出てきたね。もうわかんない、ついてこれない、ついていけない。マッシュルームダンス、マッシュルームダンス、一体どんな意味。それはお前が罪深き人生を歩んできた証。わかんない、もうわかんない、誰か助けてついていけないこの世界観に。人間テミーアレルギーなのね。でも大丈夫、もう満タイ。テミーもテミーアレルギーだ。あ、ポツポツができてる何これ怖い怖い、もうわかんない、誰か助けてとりあえずなんか買い物してみようか。どうしようかな、ちょっとアイスクリーム2個ぐらい預けてなんかお土産買ってこうか。どうもで、ここテミー店よく来たな。やばい、そうか、私この声でやっちゃったってことは話すも全部これでやんなきゃいけないのか。挨拶する。どうもね、テミーだよかったよかった、バカでよかった。おい、テミーだ。テミーの歴史、テミーの歴史、奥が深い疲れるわ、このショップについて。そうです、テミー店いい店どうしよう、私ねこれやってても夜の11時なんですよ。大丈夫かな、通報されないかななんか変な声出してるやつがいるって。どうもね、ここテミー店、テミーフレックス、テミーフレックスセール、お買い得、高いわかんない、大学行きたいってなんだ。あ、大学行きたいってこと、知らんよもうセール品買っとこうか。じゃあ Yes! No! 疲れるわ。 Thanks! ちなみにこっちはクラスレベル時間怖い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 よこの村怖いちょっと高いの買ってあげようか。サクス一緒かいおい、バイバイ。あ、なんか売ってみる、バタースコッチパイ結構高く売れんね、すごいな。はい、バイバイ、もういいや、バイだら疲れる村だわとりあえずセーブしとこうか。じゃあこれでさっきのまた隠しボスが出てきたら、ここで買ったテミーフレークスをあげればいいのね。で、ここじゃなくて、どうしようか。
ってことはこんな感じでなんか隠しルートがどっかにあるってことね。あの横行くにはどうしたらいいんだろう。こっちから行ける？あ、向こうから回んのか。ぐるって。お！ちびかび！ちょっと久々に戦ってみるか。おお、なんだなんだ！なんかちょっとパワーアップしてない？ねえ、なんかちょっと、ちびかびが。ちびかびがなんか怖いことになってる。なんか覚醒したぞ、あいつ。おう。あぶねあぶね。めちゃんこ強かったな、あの覚醒したちびかび。お、レベル上がった。あ、結構経験値とお金落とすね。まあお金稼ぎで倒すってのはあんま良くないんだろうけどさ。そういうのもまあいいのか。で、こっちね。こっち行って、この先か。なんかあるね。魔法の光も、ろうそくも持たない。モンスターたちはホームへの道をクリスタルで照らした。おっと、暗くなっちゃったね。なんかあったような道がな、こっちに。いやー、これな、きついな。わかんない。どこ向かってんの、今。あ、これか。はい、なるほど。じゃあ、これを定期的に触って。ウォッシュアとアロン、久しぶりだね。どうすっかな。ちょっと体力やばいから、逃げようか。コメントで確定でバトルは逃げられますよっていうありがたいアドバイスもいただいたんで、その辺活用していこう。で、見えなくなっちゃったから、ここいらで一回も、あそこ、スイッチ押してみようか。スイッチっていうか。で、急いで行って、なるべくこの先も頑張ってみつつ、行き止まり、あるね。よし、OK。こっち側またなんか隠し通路ないか。そしたら、このまま上行きの、上行きの次どこにある？あのポッチどこにある？あったあった、あそこにあるね。やべ、デカカビ、いきなり強いのか。これどうするかな。多分ね、きついと思う。逃げよう。で、この辺にあったよね、なんか。あったあった、よし、オッケー。ああ、やっと進んだ。これさ、私、どこ向かってんの？暗いなー。これなんだ？後ろだ。なんだ？ああ！アンダイン。多分お前がアンダインだろう。なんだ？七つ。七つの人間の魂。それさえ手に入れば、我らが王は、アズゴはドリーマー王は。あ、アズゴはって王様の名前なんだ。あ、なるほど、アズゴはっていうなんか、モンスターの軍団がいるんじゃなくて、王様がアズゴはね。あ、それでドリーマーさんか。神となる。それさえ手に入れば、アズゴワ王はついに、バリアを破ることができる。人間どもの手から、地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみを、お前たちにそっくりそのまま返してやるのだ！良いか人間。これは貴様にとって、最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば、私がこの手で、貴様の体から引きずり出してやる。おっと、やる気だね。あ！え？
少年？ハンダイン！俺も一緒に戦うぜ！ん？ん？すっげえ！ハンダインに会えたじゃん！やったな！しかも、戦うところこんな近くで見られるぜ！あれ？やっと状況理解したか？お前危ねえぞ、そこにいると。アンダイン、誰と戦うの？あ、ちょっと！このこと、父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね！かわいいね、あの子、ほんとにね。え？嘘でしょ？終わり？終わり？ああ、はいはい、最後にこれ聞いちゃったもんね。あ、見えるようになってる。いっぱい花あんな。通りすがりの会話が聞こえる。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？笑うわけないでしょ。私たちが閉じ込められてるこの山の頂上にいつか登ってみたい。空の下に立ってどこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。素敵な願いじゃん。なんか罪悪感が募るね。ちょっと笑わないって約束したじゃない。いいな、なんかこういう仲いいの。ごめんごめん。だって、私の願い事と同じだったから、つい。いいなあ、こういう友達。だが、地底の世界には、こんな予言も伝わる。地上を見し者、すなわち、天使は舞い戻る。天使が戻るとき、地底の世界は、無人となるだろう。ん？天使？いやーなんかすごい不吉な一本橋だな。何？なんか起きた。誰だ？あのガキか。おーい、待てよ！どうしたの？おいで。かわいいな、こいつ本当に。一緒に行くか？俺、こんなとこにいんのがバレたら怒られちゃうんだけど。ちょっとお前に、聞きたいことあって。やべえ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？やっぱな、絶対そうだと思った。てか、まあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダインに言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことは、つまり、俺たち、敵同士ってことになるっぽい。まあそうだよな。モンスターからすれば、地上に追いやった人間は悪だもんね。でもさ、なんか俺、苦手なんだよね、そういうの。だからさ、お前ちょっと、意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。なんか辛いな、これ。いや、別にいいんだよ、無理に敵対しなくったって。仲良くやろう？別に人間みんなが悪いやつってわけじゃないんだからさ。ああ、これきついな。この子のためを思ったら、いやでもさ、この子だって多分嫌だと思うんだよね、絶対。だってこんなさ、悪口ちょっと言われたぐらいでさ、しかももう自分から悪口言ってくださいってもう言わせてるようなもんじゃん。そんなんで人のこと簡単に嫌いになれるかっていう話よね。人嫌いになるってそんな簡単なことじゃないからな。いや、言わないよ。
だって私別に嘘つきたくないもん。なんだよ。じゃあ俺から言えって？はぁ、しょうがねえな。お前なんか大っ嫌い。はぁ、何やってんだろう、俺。帰るわ。行っちゃうのか？あ、危ない！あ、ちょっと、助けて！足が滑った！おい。なんだい？そんなとこに突っ立ってないで、早くこっちに来て助けてくれよ！急げ。よし。危なかった。おい！俺の、友達には、指一本触れさせねえぞ！お前、マジか。頑張ったな。俺が相手だ！いいよ、大丈夫。無理しなくていいよ。わかってる。少年。あ。ありがとう。やっぱお前すごいいい子だな。言っちゃったよ。お前のおかげで、助かったよ。敵同士ってのも、面白いかなって思ったけどさ。やっぱ俺たち、友達やめられないっぽいな。やっべ、マジでもう帰んないと。父ちゃんと母ちゃんが心配する。もう、転ぶなよ。じゃ、またな。あ、転ばなかったな、お前。成長したな。なんかさ、あの子毎回、私と別れるたんびにこけてたじゃない。あれもなんか意味あったのかな？こける演出を入れることで、なんかしら、意味があったのかな？もしかして、やっぱいたね、お前しつこいな。こだわるね、七つにね。七つの人間の魂。それが手に入れば、アズゴア王は神となる。さっき聞いたよ、それ。6つ。我らがこれまでに集めた魂は6つ。そう。貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば、すべてが変わる。だが、その前に、ここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その言い方からすると6人の今まで来た人間たちの中でもここにたどり着いた者が結構いるってことか。その発端は、遠い昔。ん？と思ったが。へい、めんどくさい！時間の無駄だ！どうせ貴様は死ぬのだ！なあ！なんだ。お！うわ、しかもかっこいい音楽だけど、お前なんとも言えない顔してんな。前歯出てるぞ。おい、貴様。貴様がいる限り、我々には夢も希望もない。アルフィーに借りた歴史書には、描かれる人間は優しかった。ああ、すごい、この音楽！知ってる！めちゃめちゃかっこいいな。だが貴様は、冷酷な悪党以外の何者でもない。この世界をうろつき、目に入ったものは見境なく殺す。正当防衛だと笑わせるな。貴様は決して
やむにやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから。それだけの理由で。戯れに罪なき者たちを殺したのだ。まあそれを言われちゃうとちょっと、ぐうの音も出ないところはあるね。それを知った時の、私の心の痛み、貴様にわかるか？家族が永遠に帰らない。そう悟った者の気持ちが貴様にわかるか？だが、貴様の悪事もここまでだ。これ以上は誰も殺させない。正義の勇者が、すべて阻止してやる。貴様の手にかかり苦しみ死んでいった者たち、貴様に打ち砕かれ塵となった夢と希望、この槍で私が仇を討ってやる。モンスターの決意の強さ、今思い知らせてやるぞ。さあ前へ進み出ろ。貴様は終わりだ。なるほど。黒い風が鳴いている。決意がみなぎった。アンダインの闘技場やろうってのか。覚悟ができたか。もう逃がしはしない。貴様は終わりだ。なんだこれ。ん？勝負だ。おー、いいね。音楽が始まったね。アンダインが襲ってきた。ただこの緑になったのは何か意味があるのかな。どうするかな。分析。強いね。決して諦めないヒーロー。緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければお前に勝ち目はない。なんだこれ。うわ、なんだこれ。あ、そういうことなんか。シールドか。あれ、仲間のことを思い、拳を地面に叩きつけた。そうか。確かにな。なんか私からすればアンダインってさ、目の前に立ちはだかる敵っていう感じがするけど、自分の仲間を守ろうとしてるモンスターのヒーローだもんな。どうするか。でもさ、私思うんだよね。アンダインは自分の信念を持ってこうして戦いに来てるわけじゃない。今までって逃がすことが正解だったけど、むしろこいつに限っては戦う方が正解なんじゃないかってちょっと思うんですよ。そんな攻撃楽勝だと煽ってみた。アンダインは気にしてない。正面で受け止めろというのは、弾が飛んでくる方向を向けという意味だ。どうした？なんか急に、ん？なんかなんだろう、なんかヒントくれたのかな今。寿司の匂いがする。やろうかアンダイ。強いね。なかなかやるな。ではこれを食らってみろ。はいはい、なるほどなるほど。アンダインは仲間のことを思い、拳を地面に叩きつけた。いやーでもちょっとやると心苦しいな。やっぱり半分ぐらい削ったらなんか変わるかな。我々モンスターは長きにわたりハッピーエンドを。なんだ、見えなかったね。ちょっと読むのが遅かったね。いやでも簡単だな。アンダイン含み笑いを浮かべている。47。太陽の光を浴びることができる。あと少しなのだ。あ、これちょっときついな。あ、スティックじゃなくて十字ボタンでやればいいか。巨大な岩にスープレックスを決めた。特に意味はないようだ。力の誇示をしてきたね。一回さ、訴えかけてみる。戦いたくないと伝えた。しかし何も起こらなかった。
やー、どうすっかなー。アンダインはヒーローのように空を指さした。いやでも、やろうか、アンダイン。アンダインが自分の信念があるように、私にも自分の信念があると言いたいとこだけど、私別に特別信念なかったね。さあ、遊びはここまでだ。よしよし、あ、これ十字ボタンの方がやりやすい。なんだなんだ、え、なになに。なるほど、槍を振りかざすと赤に戻るから避ければいいってことか。少しはできるようだ。なんだなんだ、よしよし、これはテンポよく行こう。威圧するように見下ろしている。いいね。仮に私がここで倒れたとしても、よしよし、いいぞいいぞ。あんまり無駄に動かないのがいいね。また緑か。のだ、アズゴア王に倒せなかった人間はいない。あ、結構もろに食らったな。ちょっと一回回復しよう。テミーフレックスなんか持ってくるんじゃなかった。お、本当にコメント変わった。素敵な一日よ。つまりここで私におとなしく殺されるのが貴様のためなのだ。やべやべ、ちょっと待って、ちょっと待って。ヒーローのように空を指さした。強いな、アンダイ。あー、結構きついな。攻撃のペースが早い。危ねえ危ねえ危ねえ。よしよし、いやー、バタースコッチパイはまだ使いたくないな。宇宙食いくか。 HP21。 人間は一体何でできているのだ。確かにな、体のほとんどがなんか水分みたいな書かれ方してたもんな。でもそれは間違ってない。じれったそうに槍を握り直した。ちょっとなんか邪魔になってる槍が、もしかして。いやー、これどうすっかな。これ勝てるかな。ちょっと一回倒す方向でこの試合頑張ってみようか。普通ならとっくに死んでいるはずだ。よしよし、この攻撃は余裕だね。指で喉をかき切る仕草をした。なるほど。殺してやるって意味か。ここまで殺意むき出してこられるとな。なんだなんだなんだ今の。ん？なんか黄色いの来たね。なるほど、そういうことか。なるほど、あー、なるほどなるほど、わかったわかった。黄色は一回受けると180度反対から来るってことか。いいね。だが私も負けてはいない。くそ、あー、きついなこれ。だいぶ体力がやばい。よし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 、いやー、きついなー。使っちゃうか。びちゃびちゃってなんだ。バタースコッチパイ行くか。今すぐに。なるほど、黄色もうまいこと受けるタイミングを考えて他の攻撃とダブらせてうまいこと流すっていう感じかな。これで終わりだ。よし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 、寿司の匂いがする。やっぱこいつ魚なのかな。
黄色別にあれか、何もしなくったって勝手に裏側回るんだね。そしたら黄色は一旦基本無視で大丈夫か。死ね、さっさと死ね。うわ、きついな。危ない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 。ちょっと待って、黄色ばっかりだと本当に分かんなくなるんだ。来た方向と真逆を向くしかないな。はいはいはい、この攻撃は避けんの簡単だねと思った瞬間に食らったな。目の前に花粉が漂っている。お、109、急に攻撃力上がったね。よし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 、これはもう一発食らうのはしょうがない。いやー、これきついな。どうすっかな、テミーフレックス、これ1しか回復しないでしょ。じゃあ攻撃しよう。お、なんかどんどん攻撃力上がってない？よし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 、周囲に水が流れ込む。逃げるっていうこともできんのか。いやだな、だけど逃げない。どうにか。よし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 、いける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 、よしよし。お、これあと2ターンぐらいでいけるか。いやー、これきついな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 きついけど避けられてる。ピンチに強いタイプね、私意外と。あと2ターンか、あと2ターンか。いや、ここで、ああ、くそ、やっちった。いや、これ意外と勝てるかもしんないぞ。